どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。先日紹介したばっかりなんですけれども、ちょっとね、違ったバージョンのブルーアイズ紹介していきたいと思います。まあこのね、今回のこのブルーアイズのテーマは双眼の銀竜をガンガン出していくこと、そこに結構重きを置いてます。防御札は言うても最低限の硬括2枚と青き目の移行があるんですけれども、どういう風にじゃあシンクロしていくのかということですね。基本シンクロするには2体並べないといけないから、召喚券を使わずに2体並べたいんですよ。じゃあどうやって召喚券を使わずに2体並べるかっていうと、例えば手札にブルーアイズがいれば、イニシエのルールでブルーアイズを出して、でこの中南モンスターをねシンクロしたらいいみたいな感じです。あとはイニシエのルールあるけど手札にブルーアイズない、でもこいつあるってなったら、トリッキーで手札を1枚捨てて特召喚できるんですが、そこでこのホワイトオブレジェンドを捨てて特召喚すると、墓地に送られた時にブルーアイズを手札に加えるんですよ。でそれでブルーアイズを特召喚できると。でさらに手札にまだチューナーがいたらチューナー出してシンクロみたいなことができます。で他には墓地にあるブルーアイズを引っ張ってきて、召喚券使わずに横に並べる方法もあります。墓地にいればこの銀竜の合法でね、特召喚できます。でどうやって墓地に送るのかっていうと、まあ、これもトリッキーだったりとか、まあ、シンクロした後だったりとかね、あとはこの青き目の移行、要は青き目の移行プラストリッキーのこの3枚で墓地に送っていくみたいな感じになります。で、トリッキーを入れたことでシンクロがこの1と5で合計6のシンクロもできるようになりました。なので、これですね、こいつとこいつ、グラビティウォーリアーと、フレムベルウルキサス、この2体も入れております。まあ、場合によってはこの2体をシンクロすることもあります。まああんまないんですけどね。っていう風な感じなので、まあもしよかったらね、動き方とか見ていただければ、あーそんな感じで動くんだ、こっちの方が確かにシンクロしやすいねっておそらくなると思うので、まあ見ていただければなと思います。それではリスペクトの、ではやっていきましょう。あーこれね、めっちゃいいこのハンド好き。イニシエのルールがあることによってね、二体展開が容易にできるっていうのがすごくいいですね。ヒーローか。まあ今までのスピード感だったら結構ヒーローにねバチバチいかれることがあったんですけど、これだったら大丈夫。モンスター効果発動。ただね、マスクチェンジがめんどくさいんだよね。そこだわ。融合サーチされちゃう。まあでも暗鬼に対しても青き目の移行があるから、まあいけるか、大丈夫か。バイオンと、次2ドローできますね。なかなかいいじゃないですか。ペットリガイ、モンスター効果発動。効果発動ってことはこれもモンスターかな、捨てたいカードなのかなとは思うけど、ドリームガイも横に広げてくると。オッケー、ではドロー。小遣いは邪魔だな。まあいいや、ホワイトオブレジェンドを通常召喚、さらに俺は手札よりイニシエのルールを発動。これでねブルーアイズを手札より特殊召喚する。今場には2体のモンスターがいる。ここで俺はブルーアイズにレベル1ホワイトオブレジェンドをチューニングし、王者の力よ今この地に集え、神を束ねし力よ天まで轟く雄たけびとなれ、シンクロ召喚いでよレベル9双眼の銀竜。モンスター効果発動でだな。モンスター効果発動。これで取ってくるのが、まあ、ブルーアイズですね。で、まあ、2枚とも伏せとこうかな、これ。2枚とも伏せといて、次、滅びのバーストストリームしよっか。小ずさいでね、青き目の一個を抜かれるのは嫌なんですが、まあ、とは言っても、アンキーに関してはね、別に普通に滅びのバーストストリームしたらいいんで。こいつはどっちかちょっとドリームガイで守られちゃうけど、暗鬼はね守れないんで。よ
はあ、めんどくさいね、これは。これどうしよう。今思ったけど。今思ったけど、こいつどうするよ。俺、あ、トリッキーがレベル5だわ。トリッキーで抜いたらいいんだわ。そうだわ、トリッキーだわ。もしくは、青決めの意向でこいつを黙らせてからのトリッキーでもいいな。あ、まあ、狡猾待ちもありか。そう考えると、いろいろパターンはあるな。全然問題ないか。ここどうすんだろう。ここ抜けないもんね。3000打点ってなかなか抜けないよな。で、回収。ハンドなんかちょっと微妙そうだな。雰囲気的に。では、ドロー。あ、めっちゃいいじゃん。狡猾引けたの。やったー。双眼の銀竜の効果発動。墓地より湧き出ろ。ブルーアイズ。ホワイトドラゴン。チャッキーン。そしてまあまあまあ全然問題ない。それは問題ない。そのキャッチ&リリースは問題ない。自らの死をね若干予期したかのごとく効果使ってきましたが全然問題ないです。カードをセット。そしてあーバトル滅びのバーストストリーム。モンスターで攻撃を行う。まあドリームガイね。出た定期オーケー。ただこの3000を相手はトリンキーじゃないと抜けないでしょ。聖杯込みの暗記とかそういうのもまあ一応あるっちゃあるけど、あんま現実的じゃないっすよ。うむ。で、伏せなかったってことはモンスターとかもいると思うんだよね。そうなると結構ここダブついてんじゃないかな。ハンドから切ってきたね、今。ドリルガイを。小ずさい。どれ抜くんだろう。あー、おふってた。てへ。やっちゃったー。ミスったー。ミスった。てへじゃねえよ。ばっかじゃーん。ここは別に、まだいいよな。まだ使わなくていいや。狡猾は。ここも狡猾まだいいんじゃない？多分マスクチェンジが飛んでくるだけだから、何も気にする必要ないと思うんだよね。シュッ。うん、このラグは速攻魔法でしょ。マスクチェンジでしょ。マスクチェンジダイレクト一発入るけど、そこは滅びのバーストストリームしたらいいから。オッケー、別に大丈夫。よーし、モンスターを特殊召喚バトル。全然オッケー。コシエットオーダーターンエンドです。オッケー、ではドロー。あー、いいんじゃない。なかなかこれね、ここが何が強いって、ここ別にシンクロ召喚してもいいですけど、青決めの森と召喚。そして青決めの森との効果発動。こいつ自身をねシュンってリリースして、若干ちょっとフリーズ中。もうブルーアイズホワイトドラゴンを手札より特殊召喚する。こういうね、実質カイバーマンもできるわけですよ。ではバトル滅びのバーストストリーム2連打ターンエンド。さあこの盤面どうしますか。これかっこよくない。双眼の銀竜がずっと守備表示でドーンっていて、ここにブルーアイズがいるってめっちゃかっこいいよね。ちょっと待ってね。ドロフェで狡猾な落とし穴を発動。こいつを巻き込みます。でドロフェーズだったんでね、スタンバイフェーズ時よみがえれブルーアイズホワイトドラゴン。そして対戦ありがとうございましたっていう風な感じで、スタンバイフェーズにこう戻ってくるから、そういう意味で自分のブルーアイズをあんま気にせず、例えば、分断とかありそうだったら、守備一体だけ立てみたいな感じで、ドーンとかもいいし、あんな感じで狡猾パーンもいいと思います。まあ、参考になれば幸いです。では行きましょう。うわー、デビフラっぽいなー、なんか。では、青決めの森と召喚。効果は使わなくていいんじゃないでしょうか。いや、シュンシュン。これ、イニシエのルール置いとこ。
イニシエのルール置いといて、青き目の森戸をシュンとね特殊召喚して、青き目の森戸の効果を使ってブルーアイズを特殊召喚、さらに、場のブルーアイズに青き目の森戸をチューニング。王者の力よ、今この地に集え、神を束ねし力よ、天まで轟く雄たけびとなれ、シンクロ召喚、いでよ双眼の銀龍で、ターンエンド。デビフラだと思うんだよね。なんだリッチはチェイン、あー全然違う。リッチはなんだろうね、泥線系かな。6軸、あー守備表示、カードの種類、相手は手札を1枚捨て、その捨てなかった場合、お互い宣言されたカードを1枚デッキから墓地に送る。まあまあまあ、全然いいよ、落とすよ。モンスターカード、いやー全然落とします。で俺が落とすのはホワイトオブレジェンドですね。これを落としたことによって、墓地に行ったことによってブルーアイズを手札に加える。いいよ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 、これが強いよね、ホワイトオブレジェンドって。どっからでもいいからね、墓地に行くの。オッケー、私のターン、小ずさい、いいでしょう。双眼の銀龍の効果発動、墓地より蘇れ、ブルーアイズホワイトドラゴン、さらにイニシエのルールを発動、ブルーアイズをね特殊召喚していく。双眼の銀龍攻撃表示、そしてバトル、いけ双眼の銀龍、クリボールない、滅びのバーストストリーム2連打、対戦ありがとうございました。いいだろう、俺のターン。あーこれもね、あのイニシエのルール経由じゃないけど、これも展開できるね、相手に妨害札がなければ。手札から魔法カード、あイニシエのルールだ、よしブルーアイズ来たー、ブルーアイズ来たー、動いてるねー、いいねいいね。あーでも待って、これあれか、対象取れなくなる。あーでも大丈夫、自分自身に青き目の移行したらいいんだ。自分自身に青き目の移行ってやばい。自分自身に青き目の移行したらいい。来たー双眼の銀龍で、さらにホワイトブレジェンドで手札ね取ってくる、ブルーアイズ強い、この動きかっこいい。で傷の力かな、これ抜かれちゃうかな。まあいいでしょう、ドロー、ドロー、あトリッキーいいね。ではまず青き目の森と召喚、さらに青き目の遺構を使ってブルーアイズを墓地に落として、自分自身が攻撃させてできなくなる。まあ対象取れないからね今あれ。チェーンして銀龍の号砲発動、墓地より蘇れ、ブルーアイズホワイトドラゴン、さらに俺は場のブルーアイズと青き目の森戸をチューニング。王者の力よ、今この地に集え、神を束ねし力よ、天まで轟く雄たけびとなれ、シンクロ召喚、いでよ双眼の銀龍、守備表示ミラーマッチ、カードを捨ててターンエンド。さてスタンバイフェーズに、うん、ブルーアイズが墓地から出てくると。美しい、非常に美しい、力を貸してくれ、モンスターを特殊、いいでしょう、カードに絆の力だ、バトルだ。あーやばいやばいやばい、やられちゃ う, うっと。ここで偶然にも狡猾の落とし穴を発動、パリーン勝った
ていうね、まあやっぱ後ろに考察があるかどうかって、あーお金流の号砲来た。まあ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 、よしモンスターを、まあ大丈夫よ、これじゃ抜かれないから、ね、よし俺の勝利の、ではドロー、銀流の号砲の効果発動、墓地より蘇れブルーアイズホワイトドラゴン攻撃巨人だ。そしてザ・トリッキーを特殊召喚、これがね打点、これで4号になるから、ここ相打った後対戦ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回の動画以上になります。よければチャンネル登録、高評価ぜひともお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。